第1話の中でクークーちゃんがスクールアイドルを勧誘するシーンで登場したあの看板とチラシだね。あの看板とチラシがクッションとクリアファイルになっちゃうなんてすごいね。すごいよ。じゃあこのアイテムがあればいつでもお友達をスクールアイドルに勧誘できちゃうね。始まった。どうしよう。あ、やだ、なに、クリアアイドル始めませんか。じゃあ、あ、お、いいですか。こんな私でもいいですか。ありがとうございます。完璧ですね。じゃあ、例えばクッションを使って一緒にお昼寝をしながら勧誘ってのもいいかもしれないですね。寝ているお友達の耳元でスクールアイドル始めませんか。喜んで。嬉しい。完璧です。ありがとう。嬉しい。笑っちゃう。